それで最後にしてください。サムライスピリッツの試合、それで最後にしてください。よっしゃ、最後だよ。泣いても笑っても最後、侍対戦2014最終日、メインイベント初代侍スピリッツ大会、じゃあ2大進行でやっていきたいかなと。お、切り替えができるんで、時より切り替えつつ、実況配信やっていきたいかなと思いますね。はい、じゃあとりあえず0回戦はおっと、いきなり実現、ルパン小島通り、カナディアンマンベホマソ、じゃんけんして席を決めといてください。よろしくお願いします。どっちでもいいそうです。じゃあ 2P 側ルパン小島、 1P 側初代勢通り君、じゃあこの第1試合から始めていきましょうか。サムラ対戦2014最終日、メインイベント初代サムライスピリッツ大会始めるぞ。泣いても笑っても最後、最後まさにオリジナルサムライスピリッツでメインを締めたいと思います。これはワンマッチあるんだっけ。ワンマッチやってるね。じゃあ A 番台から試合の方を返してくれ。 1P 側鳥くん、 2P 側、ルパン小島、 1P vs 2P を選んでね。じゃあ B バンダの方と後ほど切り替えつつ行っていきたい。今日は鳥くんはなんとナゴルル、 2P のルパン小島、京志郎を選択。初代勢の鳥くん、そして侍新規勢のルパン小島、流浪の芸人ルパン小島。ここはまずはジャブしてみて、アンヌブツベ逃がされていく。さあ、ジャブしまって裏に回って降りてきた。大切です。アサタイトルのランギリー、まだ気をつけ、ルパン小島頑張れ。あの、ネズオダメ、オヨガファイヤーめっくりで当たる。
カムイ、そしてキックからジャグリでイナしていくのあるかも、頑張れ、いけな、ガードしたら時間はなかった、男で台が刺さる、距離取ってチュー、もう一回チュー、正義にいるパンコ島が差し合いを制止、さあ投げていった、まずは鳥初代勢一歩制止、初代勢は新規勢を叩きのめし、新規勢は初代勢が調子に乗っているのなんとか分からせたい、どちらもガチで戦ってほしい、最後の最後メインイベントだぞ、初代サムライスピリッツ大会、さあルパンコチマンがドリームを生き延び込んで坂道突っ込んできて完全娘そのまま投げる、しかしちゃんとルパンここは反応して下の日押していく、ドリームドリームシュギリ、あーっとカムが当たる、下段を取られたルパン落ちてね、着足刻んでカム降りてきて、アンヌ娘ガードしてルパン残念カムアンナガタダメ味、大切り落として足を引き落として投げた、勝ったのは初代勢トリーオミド、順当に初代勢がメキメキと実力を上げてくるルパン小島をまずは葬っていった、ありがとうございました。じゃあこっちですかね、天神村正、じゃんけんして席を決めるんだ、天神さんと村正さん、じゃんけんして席を決めるんだ、 A 番台、さあ B 番台、10名を使うな、ベオマソブラスマンブレード打っていく、カナディアンマン1-1から右銀の勝負、おっとクータイク押し打ち、どうなる、あーちぎりだった、ベオマソ5連覇に向けてまず1回セットパブリック、じゃあ A 番台、さあ大阪から来た初代合戦、初代合戦村正は 1P そして 2P 天井に天神の半蔵一歩目勝負、初代勢はとにかくこのゲームをやりきっているということでいろんなネタをアドバンテージとして知っている、しかし新規勢は初代勢がどうしても身内体制に偏る、わからない攻撃をわからないようにぶっ放していけば道は開ける、頑張れ、さあ村正さん、まず何かで返事控えて、控えがありましたら裏回る、ちょっと頑張る、投げていく、雨降り切ったな村正さん、はい、売れ替える、ピリッとした差し合い、まずは中切り、天神を止めて、まず一歩選手村正さん、さあやはり初代勢の牙城を崩すのは難しいのか、頑張ってほしい、おかげ勢並びに岡侍勢新規勢、大切りした時にすぐさましい、しかし天神も勝ち切りを当てていけば力を出す時に裏回るが、めくっていたのは天神も小手順番ロビーで止めて勝利決決めていく、ズバッと切られたけどその隙に勝のまずあんまり減らない勝もぞく、あと10でいなして集まぜり合い、残念だが多い方が勝利する、さあ武器を落とすまで、しかしもぞっとしてはできるからね、あっとここでしゃがんでいたけどそのまま削り切って村正さん順当に次の1回戦突破を見事精進が限は DDD、 はい、じゃあ DDD とエアガイス仮面じゃんけんして成績を決めるんだ、いやー優勝候補のザコと4126が激突中、4126が使うのはアースクエイク、ワンピー側ザコが使うのが上昇、大体10でめくっていくね、さあめくりましょう、ジョビッシュ回転曲で落としてザコがそのまま攻めていく、ジョビッシュ大切りで返すのは4126、 B 番台、さあ我慢してる我慢してる、余一力どうやって攻めるんだ、飛び込んだ、しかし足払いで返していく、右の勝負突っ込んだけど足払い止めていくのはザコ、我慢して鉄で飛び込んだ回転勝負勝敗、ザコやはり初代で順当に勝ち上がる、じゃあ手前台にワンピー側ピーマッチ DDD 優勝候補、そして後ピー側初代勢にザッと大番組が見せるエアガイス仮面、おっとわー大きい大きさで大切りだった、出番を待っていた、
やがさん読み分けて、さあ体力リードした DDD 巨大勢、やはり巨大勢は遠かった時非常に強い体力差リードして防御策に出るが追いかけてやがさめに投げていく、もう少しもう少しで体力逆転できる、やがさめ主義にやって投げ、しかしやがさめに出していくのは DDD、 リモード回転局残念、まず一歩選手は巨大勢 DDD、エアガイス仮面はでも本当に初代サムライスピリッツ上手かった。シャルロット、まあ強キャラと呼ばれてるキャラクターを使ってても、十分にエアガイス仮面上手いと思わせるプレイ。さあジギリーまず発射選手ガードガード攻撃を伺って状況オート、まだ上がらない中銀点ジギリーエアガイス上手い、ダイギリビディディ、あーキック入った、さあダイレクトリード、あーっと超ミシまだまだ逆転していない、どうする回転曲止めて裏もある、ディディディまだダイレクトリードはエアガスカメン若干ですけどね、エアガスカメンこのリードを大事にしたいところ、エアガスカメン、あー刺さった、うまい、ディディディ中銀、あー回転曲バレてた、クータイク、そんでヨガファイアだけ捨て、ショーバリー画面、やはり初代勢の壁が厚かった、 DDD 一回戦突破おめでとう。じゃあ B 番台、さあまたも出てきたぞ優勝候補白藩、おっと行くと締め上げて白藩、まずは着実に一回戦突破おめでとう。はい、じゃあちょっと待ってね、白藩の次は、G 君と死にかけ、 G 死にかけじゃんけんして A 番台で、あ、じゃないごめんなさい、 B 番台で試合をしてくれ、 B 番台、じゃあガロボー森下じゃんけんで、じゃんけんして席決めて準備の方を整えててください。B 番台でお願いします、 B 番台でお願いします。じゃあ 2P 側 G、 1P 側死にかけ右京と、企画の元々の企画者だった死にかけ右京、初代では何を使うのか、10名だろうね、ハオマルだごめん、ハオマルだ、じゃ死にかけハオマル、 1P 側 2P 側 G、 じゃあ A 番台、ガロボー出てきたぞ、ミスター MVS が初代勢にどこまで通じるのか、 2P 側初代勢の森下、宝のスーパーミ勢ということでね、じゃあここは A 番台に切り替えますか。さあ強さを見せてきたガロボー、ダコルを使って 1P 側、そして初代勢タムタム森下、空対空外されて地上で投げていくのはガロボーのナコルル、ナコルルカメから次、ここは衝撃的なシーンが森下、差し合いが甘い初代勢、しかしガロボーも様々な格闘ゲームで優勝を飾ってきているプレイヤー、人間性能では十分負けていない、落ちちゃう、中に出してアンドムツメ連続技しっかり決めて、落ちちめくっていくがしっかりだ、あーっとアンドが刺さった、ガロボー初代勢に初代勢超えあるのか、まずは一歩接種、ガロー伝説2、ワールドヒーローズ2、そしてザンサムと、さまざまなゲームで実績を重ねてきたガロボー、初代サムライスピリッツでも十分攻略さえできれば初代勢に通じるんだという姿をみんなに見せてほしい、いらっしゃい、ジュビリめくって、しかしここで森下大リーグの手相を出して投げていく、オフセメ殺人でも重ねてしっかり削り、ガロボーが追い詰められてアンヌが押さえた時に投げ返す、さすが森下初代勢、いちいち片手は負けないよと真実の調を見せていく、さあ3本目どうなる、バックステップでまずガロボー、それに対して追いかけるな森下、お互い間合いを管理しながら差し合いを制したいところ、さあ足払い、そして画面のでかい大足払い、そして達人ボムを重ねてアントロの削り、しかしこの一瞬の隙を突いてアントロ娘レーザーを重ねてカムイ天井降りて足払い、あーっと台が刺さる、逃げ台切り当たらなかった、でラス勝ったところに技を決める、しかしガロボーすぐさま差し合い、途中切りを決めるが右に飛び込んだ森下、足払いで殺されて投げ勝ったのはガロボー、画面東背負っていくカップじゃな、降りて足払い逃げるけど、あーめめつめ
の一瞬の隙にしっかり半角決めて勝ったのは初代戦森下、お見事。いや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 、ガロボーはでも強さを見せてくれましたよね。で死にかけね、はい、オッケー。じゃあ A 番台、ヤムチャ。じゃあ A 番台 1P 側ヤムチャ、初代勢キラーヤムチャ、そして鹿児島から来たサリピちゃん、初代にも果敢に挑戦ということで 2P 側へ。じゃあ B 番台 1P 側コング、 2P 側BA、 B 番台の方も試合を始めてくれ。さあ A 番台、いろんなところで初代勢をブイブイ言わしてきたヤムチャ、そして 2P 側ナゴルルを使って参戦サリピ。さあ大切り使ったところにサリピが落ち着いて昭和しっかりしっかりパパンヤムチャ大切りしっかりガード。ヤムチャのこの大切りは怖いですからね、いつどこで刺さるかわからない。さあ自分のシャムチそのままダッシュで固まっていいところを投げていきます。しかしここももう一回投げていきます。お前投げていきます。もうローキックされるところに、おっとここでサリピの連続技が刺さる。アンドミスが寒いから攻撃差使ったところに中切り、おっとここは技ではない。しかしここでしっかり通常技を潰していきます。サリピいいぞ、さっきのやぶちゃんどうすんの、中切り刺してよく同じぐらい大ボーイついた。しゃがみはじ背負っているサリピ、味方を伺いながら、あーっと青丸の出の早いしゃがみ中刺さってヤムチャ、まず一本前進、ギリギリの戦いを制す。お見事。2本目、さあ2本目怒りゲージが溜まっているのはサリピですね。もう少しで、怒りがマックスになる。さあカブン突っ込んでくるヤムチャを見なして、あーっと攻撃さんと落とした。ヤムチャこれがある世界を取った攻撃さん、クーラー使ったところに大切り、あーごめんなさい当たってねえし、落ち着け落ち着いていこう。さあヌブツペでゲダを取っていく。さあヤムチャめくりしっかりガード、ヤムチャがジリジリと前に寄せて中切り、おっとここでダイヤシバレーが去る。ガードになってカメイからアシバレー、細かい攻め、小刻みな手を重ねていくのはサリフィランドの大切りガードして大切りガード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 、もう動いた瞬間大切りを刺そうというヤムチャの作戦。中切り使ってダッシュ使って、大切りガード間違ってないぞ。ロキックで返していくのはヤムチャ、ヤムチャ残り時間ないぞ、逃げるかサリピ、ここは逃げていく。タイムリーで勝ったのは、あ、ごめんなさい、1-1サリピ。センサム仮面と鳥居さん、はい、じゃあセンサム仮面と鳥居さん B バンダイでお願いします。さあ怒りマックスヤムチャ、ここの怒ってる状況でも大切り怖いぞ。さあまずは最初ファーストアタック、サルピが下段を取っていく。アンドミス、おっと仮面したところに大切り、しっかりガード、ダッシュと近寄ろうとサルピが差し合いを制していく。足払い効果して捕まってじゃあ足払い掴んで危ない中切り、しっかりガード、ダッシュ攻撃してしっかり技を当てていく。火力が高い、ハオマレこれは非常にこうなると不利なんですが、体力リードしているぞサリピ、頑張れ捕まってヘイト、中切り、中切り、中切り使ったところに捕まって、大キックを決めていくのはサリピ、中切りガードして、ロキック、あー、大が刺さった、ピヨってる、あー、ピヨってる勝ったのはヤムちゃん、逆転勝利、おめでとう。強いね、ベオマソタケヤン A 番台でじゃんけんして席を決めるんだ。さあ5連覇あるのかベオマソ、ザンサム勢ということで 2P 側へ、そしてそして実は2連覇タケヤン 1P 側へ、 2on2 のザンサム大会と、あごめん、あ、ごめん、ごめん、あ、ごめん、あ、ごめん、ごめん、あ、そうか、今、切り替えられてなかったんだ。あ、いえいえ、終わるでいいよ。はい、ごめん、もう一回やって、やり直してもらって。2on2 のザンサム大会と、ポリサム大会を取ってきたタケヤン。1P 側へ。大丈夫？つい癖で。ザンサム大会やりすぎた。
三番目川竹谷、今日は半蔵を使ってますね。そしてベホマソは10でいます。ジャビーバンダイ開いたね、ごめんね。ジャビーバンダイ開いたので、飛び込んでくれ村正と雑魚。村正と雑魚、村正と雑魚、みんな見たいかな。村正雑魚戦みたいな。じゃあビーム3台に配信切り替えます。じゃあ始まったら切り替えます。はい、じゃあそれまでは飛び込んでくれ、ベホマソ。体力をリードしてて大幅。さあ竹谷がもう高めが大ピックで壊されて、おっと台足払い入った。まずはベホマソ1本。じゃあビーム3台に切り替えますよ。じゃあ始めてください。1P側大阪から来た初代勢村正、 2P 側今んとこ初代サムスピ全一と勝手に決めさせてもらってますザコ。さあ名勝負見せてくれ。ついに激突初代勢同士。取り勝った。はい、じゃあ中切り逃がしていく。さあ体力リードを奪いたいところ。ああ大切り入った。村正うまい差し合いを制す。村正がガードしてザコをいなす。中切り屋さんで追撃そう。体力リード、依然リード。村正ダッシュ逃げて頼り返るが超フィニッシュが入る。起き攻め、下段ガードの飛び切りを決めていくが、回転局潰したよ。昇竜拳笠谷すぐさま起き上がって大切り入れて村正足払いダウンバウ。ザコが本当にザコになっちゃうぞ。大丈夫かザコ、頑張れザコ。どうなる、ザコが攻めあぐれてる。どうするの、距離滑る。差し合い飛び込んだ。いやー中切りよね、ちょびしうまい。ザコやっぱザコじゃなかった。しかし足払いが入る。村正一本選手、関西の初代勢の力見せてやるとばかりに。まず一本選手、じゃあ次二本目どうなる。回転ギブル追っかけて当たってしまった村正。さあファーストアタック、あっと中切り挟んで画面端。体力リードしているのはザコ。さあここからはザコの時間が来るのか、それとも村正追い詰めるのか。動いたところにまるで未来が見えてから見えてるかのように垂直ジャンプキックが置いてあった。足場で転がしてダッシュバレー飛び込んでくる。回転キックガードしてる村正、突っ込んでくる。ちょびしガードしてすげそう。ここはガード裏回せ村正が大切り大ガード。さあ差し合いを制す。中切り刺さってキックを入れ込む。あーザコここは中対空で落として垂直ジャンプ大キック大足払い12秒どうなる。残り10秒ザコがザコがザコがどうなるの、負けちゃうの、どうなんだ。飛び込んだ、勝ったのは村正。全一落ちザコ残念終わり。じゃあありがとうございました。あごめん、うん、じゃあ A 番台ザコお疲れでした。あいざ尋常に、あまた初代勢同士ですね。勝負ももさんいます。ももさんと白飯じゃんけんして席が、また初代勢同士の戦いが B 番台で繰り上げられる。さあ B 番台 1P 側はもも、 2P 側は白飯ということで、A 番台が、ゼガさんと DDD ですね。 2P 側さあ初代勢の一角 DDD、 そしてゼガさん今日は、ジュベを選択。じゃあ1ラウンド終わったら B 番台に切り替えます。さあ DDD どうなる、体力リードしてでも同じぐらいですね。ゼガさんうまいぞ。あっとここでちょっと待ってた、ちょびし読んで飛び寄りいいぞデカ頑張れ。あっちぎりさん体力リードリリリ回転局で攻めて画面跳ねる。おいしい、おおすげえ、そうガードさせてすぐに出して足場に DDD 立ち回りがうまい。さあギリギリの勝負 DDD、 おっあーうまい、目をつなげて飛び乗る。ここ下がった、回転局で落として残り1秒。お見事 DDD、 まず1個です。じゃあ B バンドいきましょうか。さあ皆さん大好き白飯が 2P 側ですよ。おっと白飯が桃を追い詰めてる、おかしい。さあそんなバカなみたいな、まあ冗談ですけどね。さあ時間がないぞ、桃がなんとか追い詰めたいこの体力差。残り6秒5秒、あー中切り刺した
間合いを制する白藩、まず時間切れで一本選手。じゃあこのままいきましょうか。白藩一本選手。いやいやいや、桃さんも初代勢としてね、大会で、タイトル取ってる方ですからね。さあ桃さん、ここで白藩を引退させたいところ。まずしかし1本目を制したのは白藩。東京オリンピック2連覇白藩。直前までザンクの一人をずっとやってた。ダメですね、あいつやる気ないですよ、桃さん。さあバックダッシュ、つばめ返し、コマンド入力精度が高い。さあめくって大キック、大切りはいなして、中切り。まあ相手切りが非常にうまい。しかし相手は強キャラと呼ばれている右京。それに対してどうやって戦うかなのか。おっと DDD、 さすが勝った、おめでとう DDD。 バックジャンプ、つばめ返し。さあ白藩ピーチ、置き攻め、裏待て、足払い、刻むけど投手打ち、中切り、究極対空で落としてくるな。桃バックステップ、つばめ返し。体力差はいつでも逆転できるとばかりに桃が、あ、じゃあ白藩が下打っていく、じりじりと。あー当たった、つばめ返し当たった。残り10秒、さあ中段決めて 1-1。 白藩どうなる。はい、さあ1-1で白藩対桃、初代勢の戦い、決着がつく。どうなる。まずはつばぜり合い、ボタンをカチカチとして投手打ち。お互い武器は落としていない。中キック、ショーパンチ、バックジャンプ、つばめ返し、よく出るね桃さん、うまいですね。さあささめき読んで投げり、ソロを投げる、白藩リード。あ、めくった、垂直ジャンプで避ける桃。2段の大キック、中切り挟んで距離を取る、つばめ返しガードした、中切りさせて、白藩があるのか、距離を取る、つばめ返し、バックステップで、つばめ、あー投げた、桃うまい、桃うまい、中投げ、めくって表、バックステップ、つばめ返し、ガード、白藩、白藩が前を詰めるが、バックステップ、つばめ返しでバリを張るな。桃さあ白藩、白藩、白藩、白藩が、あーつばめ返しだった、10秒、白藩、白藩、ヤブチャが待ってるぞ、白藩、中切りだった、逃げ切った、白藩勝った、おめでとう。お見事、はい、じゃあ森下、ヤムチャ、じゃんけんして正解を決めてくれ。さあ森下とヤムチャがついに激突、初代勢キラーと呼ばれているヤムチャ、白藩を一度破っているヤムチャがワンピーガン、そしてツーピーガン、初代勢の森下、今日はタムタムで非常にきつそうですが、ヤムチャ相手にどこまで分からせるのか期待したいところですね。さあさあさあ、エヴァ台、エヴァ台が尻掛けと剣王が1-1、剣王ですね、1-1ですね、剣王頑張れ。でもやっぱりちょっとヤムチャがどんだけ分からせるのか見たい。そうですね、じゃあビーバン台さあビーバン台、おっとヤムチャいきなりダメージを負っている。さすが森下、うまいぞ。森下がバックステップで蹴る、というキックで打ち出していく、ああ逃げ、大切り、あれは中断です。大切りを振り回すヤムチャ、しかし、いや怒ります、地上戦をいなしていくのは森下、うまい。散々強いハオマルと戦ってるでしょうからね。森下飛び込んでヤムチャの大切り、怒りが収まった瞬間だった。残念ヤムチャ、まだ時間はたっぷりあるが、まずはキックで森下、地上戦を制して一歩選手。ヤムチャ後がないぞ、ヤムチャ後がないぞ、白藩が待ってるんだぞ、ヤムチャ頑張れ。2本目、白藩が立ち上がってるぞ。さあ逃げ大切り、しっかりガード、手前は死にかけ死亡ということで、死にかけの夏は終わりました。ありがとうございました。あ、大切り決めた、ヤムチャ、コックと優勢、あ、大切り、大切り、ヤムチャあるのか、ヤムチャあるのか、森下から、あっと逃げ大切り、やはり森下この辺は非常にクレバー、達人も当たっちゃったよ、ヤムチャ、ヤムチャが、ヤムチャが死んだ、勝ったのは森下。まだまだ初代勢、新規勢には負けねえよと、森下鬼の強さを見せつける、ありがとう。はい、じゃあコングと勇者ヨッシー、コングさんと勇者ヨッシー、コングと勇者ヨッシー、コング、コングさんいます、コングさん、はい、じゃあ勇者ヨッシーとじゃんけんして、席を決めてくれ。あとは、鳥居と、鳥居タケヤン、鳥居タケヤン、はい、じゃあ鳥居とタケヤン、じゃんけんして席を決めるんだ。勇者ヨッシー 1P 側へ、コングが 2P 側へ、
じゃあ A 番台に切り替えてもらっていいですか。A にします。さあ出てきたぞ勇者よし。まあおそらく全日アースペイクと呼んでもいいのではないだろうか。勇者よし、2P側コングのハマレ、いざ尋常に1本目勝負。まずはすいませんガチッと、ここはどうしよう、ここまでアタックをさっさと決めて投げていくのは勇者よし。のこの鉄を割らなければ攻略の一部チャンネル。さあ続けてジャンプ大事で予想見てるかコンペ、ね、キック、しかし空対空戻していく優勝し、うまい、おっとまたも空対空うまい、よく見てる、ドリタゴにはハマらんよと優勝し、まず一本接し2本目、さあ2本目勝負。よしな、まずは新作がジャンプ台、あそこ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 、いいよ、早かったから順位をしっかり入れて、はい、ケツ、ケツを空対空で落とす、じゃあ、ダッシュ受ける受ける、忘れてはいけない設定があるんですが、アースクエイクはこのゲーム投げれません、他のキャラクターは投げることはない、あー、しゃがみたい、イエス入って、空対空、勇者よし、強さを見せた、お見事、さあ、ワッピーだ、はい、青と初代勢、人を呼び出します、村正と DDD、 はい、じゃあ初代勢ですね。さあ鳥くんがあの新鋭の竹谷、竹谷も初代勢を結構ね、いろんなキャラでヒーヒー言わしてきた人間ですが、まずは鳥くんがリードを奪っている状況、一本選手してね、画面端に背負っている竹谷、おっとキックを当てて鳥がカムイをうまく使って、マワハをうまく使って落ち切りさせた竹谷、わかんねえぞ、諦めんな、空中から足バレさせて投げ返す、竹谷頑張れ、どうなる、あー、うまい、鷹に捕まってる鳥を落とす、もう一回捕まって、あー竹谷いいぞ、いじち、じゃあ手前に、じゃあ初代勢同士、村正チューベイ VS DDD の巨士郎、さあどっちが勝つのか、先ほどと同じカード、雑魚を破って全一の雑魚を破って上がってきた森下、あじゃあね、村正、村正くんが京志郎大臣2匹目、まずは投手打ち、対戦できる、当てさせねえ、おーっと来たぞ、スカーレットニードル、アンダレス、もうターボジュース飲んでますよ、あの男、あの男ジュース飲んでるぞ、さあ DDD がジュースをコーヒー一口、懐からコーヒー出して、懐からコーヒー出しましたね今。あー、森下、屈辱、精神戦、まずは精神的ダメージ、竹谷、死んだ、やっぱ取り強い初代勢、おめでとう、初代勢だけが残っていくのか、やはり、侍大戦2014のファイナルイベント、初代侍スピリッツ大会、あー、2発目、スカーレットニードル、2口目のコーヒーを、シンクロ1杯、時間1杯まで、両手放しプレーを決める DVD。素晴らしい幸せそうな顔を回転局でいらして、まず一本接種、じゃあ、村正言います、白ハンと剣王、白ハンと剣王、村正十兵衛頑張れ、相手コーヒー飲んでるぞ、頑張れキュルドで中切り、さあじりじりとした試合、まずは体力、どっちが先にファーストアタックしてるか、いいでしょう、削っていったな、村正大阪から十兵衛いきたい、あそこで、あっ、ジョミシー来るぞ、追撃そう、いい立ち回り、しかしまだダメが当たっていない、削りだけ村松が追撃そう、あ、なんだ、いいよ、いいの、ジョミシー、追撃そう、上がって返してくる、リードしてアウト、垂直ジャンプ大切り、しっかりガード、DDD、うめえな、ガードして、危ない危ない、投げバレてた、足バレ、ジョミシー、使って回転局部、その隙にチェーンを決めていく、もう決めていく、助け合って、ジョミシー、左辺逃げる、村正、村正、早い展開、あーっと、回転がめくりガード、うまい、中切りさせて、体力リード、このまま逃げるか、村正、投げたけど、追いつかず、一本取り返す村正、これが初代勢同士の合体戦だという感じで、3本目、一時、さあ、前管理、前管理、お互い、おっと、一時、決まった、しかし、読んでいた村正、返していくが、ジョミシーがかさたり。さあ、若干の体力リード、リードリー、もうちょっとだけリードさせたい、あー、大切り刺さってしまった、
体力リード。さあガンマッチプレイに徹するのか DDD。 足場レーが挟んで後ろに下がっていく、後ろに下がっていく、後ろに下がっていく。要塞モードだ、要塞モードに入っていく。俺は鉄壁要塞 DDD の強襲だと。じりじりじりと後ろに下がっていく。村正が出して違うけど、どうだ、うめえ。村正あるか、あるのか、攻めるけど、スカーレットリードルアンタレス、いたずらに時間が過ぎていく。コーヒーを飲んで手放しプレイの DDD。 さあ時間だけがいたずらに過ぎていく。あー置き攻めからの大切り、勝ったのは DDD の巨子の村和さん。残念、あれ、いじる間もなく白藩も勝利。あ、白藩勝ちました。白藩勝利、白藩が、あの、皆さん、皆さんのアイドル白藩が勝ってますよ。で、手前で勇者ヨッシーと森下。はい、じゃあ勇者ヨッシーと森下、手前の台でじゃんけんを、で席を決めて試合を開始してくれ。さあ 1P 側初代勢の森下、 2P 側同じく初代勢、おそらくアスク行く前哨もれるヨッシー。 2P へいざ尋常に1本目勝負開始してくれ。いやー、初代の侍は本当にジリジリしてる戦いですが、初代勢今日は試合入ってますね。みんな強えば半端じゃないです。さあ逃げたぎり、しっかり出していきます。よしよし、距離ですね。おっと、ここは逃げたぎり、刺さっちゃったよ。よし、一気に距離つけて投げていく。このゲームはアースペックを投げることができません。注意しましょう、アースペックに対する選択肢がないなって惜しいという、ここは森下が当たってるようなガードしていく。距離つけて、距離つけて、注意で挟んで、距離さん、距離で挟んで、よし近づく、森下ガード発生、ダメージ、あ、うまい、逃げたぎり、そこで出すかね。また大切り食っていく、始まるか、始まるか、始まるね、スリガード、逃げた切りは出さなかった。消す、おりちゃん大切りあった、まず一歩接種。ごちゃごちゃ戦になるとアスペック非常に強いんですが、ここはもし落ち着いて大切り返して一歩接種、2本目よし頑張れ。逃げた切りが刺さる、開幕を制する。もしちょっと近づいたところに集まって部下がっていく。おっと、騒ぎりあって圧倒的じゃないか森下。決戦突っ込むよし、しゃがみたい、当たってなくて逃げ台切り、森下勝った、おめでとう。ありがとうございました。じゃあ鳥くんと DDD お願いします。さあ初代勢同士の戦い、ワンピーガは、あ、まだですね、まだ時間大丈夫だよね。さあワンピーガは DDD、 そしてツーピーガはトリー、巨大勢同士の戦い、ここに極まる。さあ DDD が使うのはもちろん占領、あー、いいよいいよ、じゃあもう一回、はい、緊張してますあいつ。ひよってます。じゃあ始めてくれ。ワンピーガワ全一強しろと言って過言はないだろう。ワンピーガワ DDD の強しろ、ツーピーガワ鳥くんの名残で、いざ尋常に1本目勝負。勝負、さあまずは高尾ガード、静かな立ち上がりからの足払い、目押しを当てていくのは DDD、 しっかり鳥居の攻撃を受けていたが、ここは大キック当たってしまって目押しで返す。体力同程度、同じぐらいですよ。おお、また目押しが入る飛び道具。さあ要塞モードに移行するのか DDD。 あー目押し、うめえ DDD、 一瞬の隙を残さない。さあ足払いで仕掛けて、あー DDD が攻めモード、おっとここはアンヌ娘で勝ってくる鳥居、めくったけどまた目押し、お見事、一歩接触 DDD。今日の DDD は何かが違いますね、キリキリですね。ちょっと午後は攻め始めるところ、どうなる、2本目トリーガーでギャラ替えしてチャレンジしているトリー、まずはつばぜり合い、ファーストアタックを取っていくのは DDD、 高に捕まってトリックが攻めをしていく。そこで足場にやって、飛び押し当たってない、あー目押し、飛び道具、あ、なんで当たっちゃったよ、ガードを襲って、あ、また目押しが当たる、
足払いの忠義姫はスカーレットニードルアッタレス、あいつコーヒー飲んでるよ鳥、あいつ手放してるぞ、時間いっぱいてめえふざけんなと言ってる間にいいお金だ、あ返した、うまい、返した、鳥うまいぞ、あー足払いだった、 DDD 今日は鉄壁じゃないか、お見事、大勝利おめでとう、お見事、決勝進出おめでとうということで、じゃあお疲れ、白飯と森下くんですね。じゃあ白飯森さん、またも初代勢同士の戦いですよ、じゃんけんして勢を決めるんだ。さあ白飯、超人オリンピック2つ取ってきた白飯、3つ目は雑魚に渡してしまった、このタイトルホルダーを今日侍対戦2014のメインイベントで取り返せるのか、ワンピー側、そしてツーピー側、初代勢の森下、森下さんは侍対戦昨日の新サム大会でも大活躍、ここは初代のタイトルを取っておきたいところ、まず飛び道具を投げていく、一気に半分減らされているぞ、白飯頑張ってほしい、前管理並びに差し合いが非常にうまい、白飯うまい、ギリギリで大ギリかわして中ギリをついて、この差し合いを見ろよ、もう一回中ギリ、飛び道具を上に挟みつつまた中ギリ、体力追いついた、追いついて逆転、足場に挟んでうめえ、白飯うめえ、一本選手差し合いだけで一本選手、みんなって中ギリしか使ってないですからね、なのに勝ってる白はまず一歩選手、さあどうする、2本目まず育てる、合わせアタック少し引く、若干森下の体力が減っている、飛び込んでいって中ギリ、さあギリ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 の距離からの中ギリ、お前の攻撃は当たらないけど俺の攻撃は当たるんだという前が非常にうまい、あーと大ギリうまい、森下、森下もうまい、飛び込んでいく、蹴り、いや中ギリで返す、白はまた中ギリうまい、中切りから刺して大切り刺した、森下飛び道具あって負けに軍隊くん落として誘ってくる、あ大切り裏まで大切り、あこれなんだよ、これハメですか、これ投げて勝ったのはジロー、お見事、決勝進出おめでとう、じゃあ泣いても笑っても最後だぞ、泣いても笑っても最後だぞ、侍大勢2014メインイベント初代サムスピ大会決勝戦始めたいと思います、白飯 DDD じゃんけんして制御決めて準備ができたら試合を始めるんだ、じゃあザンサム勢移動の準備そろそろお願いします、日生が移動するぞ、ザンサム勢移動の準備、もう時間ねえぞ、もう20分だから、さあ移動の準備を始めろ、ザンサム勢打ち越しですよ、民族大移動、さあライオンドーは始め、まずはつばぜり合い、一番立ち上がりから体力、おーとつばぜりを制したのは DDD、 少しだけ白羽の体力が減っている状況、さあ距離ですね、負けている、そして手裏剣を投げて2種類の飛び道具をまず駆使していく、白羽が、さあ中切り中切り、いやいやいや食らいたくないよとガードして、あー大切り触った、逃げモードに入ると、あーとすぐに中切りやり返す、とにかくジャンプでいらっしゃる、大切り DDD うまい、超ビジで水削っていく、とにかく体力リードが欲しい DDD、飛び込んで、あー返した、ダイキック、飛び込んで馬券竜、ここはガード選択、ダッシュで一瞬踏み込んで馬券竜をガードする、ディディディ攻めてくる、中切りしっかりガード、しゃがみガード、ディディディ、要請するのはどっちだ、飛び込んで試合から、あー飛び込み刺さる、残り10秒、体力同じぐらいだけど、あ白ファンが勝ってる、白ファン勝ってる、飛び道具を切って落として超ビーシ削るけど間に合わない、白飯優勝リチ、やはりこの男は初代サムスピ最強の男なのか、いやいやいや DDD やり返していくのか、まずは手裏剣刺して中切り、バックエンリー当たっちゃったし、バックエンリー投げてパープリングあ読んだよ、 DDD うまい、キックで回復、あー空対空対切り入る、着地同時に中切り、しっかりガード、リリリ飛び道具打って中切り、白羽がもう前管理の中切り、これだけで勝ってきた中切り、あー手裏剣うめえ、じゃあ出し中切り、リリリが近づく、目押し、しっかりガード、馬券竜で嫌がる白羽、回転局部中切りで返して優勝は白羽、おめでとう、
ザンサム勢の白ハンが優勝ということで。いやいや。ありがとうございました。じゃあ白ハンちょっと巻き巻きで申し訳ないんですけど、勝利者インタビューをお願いします。優勝した白ハンです。みんな拍手。ありがとうございます。今日どうなの？キレキレでしたね。まあなんか慎重に慎重に動いた結果があったんですけど。まあですか。うん、まあなんかとりあえず中切り振ってたら結構当たってくれたんで。またみんなが温まる発言をわざわざありがとうございます。どうですか？振り返って強かった人とか誰かいました？まあやっぱ桃天さんのあの枠出しツバメがあれだけの精度出されると俺技出せなくなっちゃうんで。ああなるほど。でしかもなんかいい具合に失敗したり、うまく出したりとかなんか読めないんですよ。ああ逆にね、その出なかったり出たりが時々わざとやってるのかなと思う。あるのかということで、まあでもそのやっぱ桃戦で勝利できたっていうのが結構ターニングポイントになったのか。なるほどですね。まあここのところちょっとザコさんにやられたり、ヤムちゃんにやられたり、踏んだり蹴ったり踏んだり蹴ったりの白ハンですが、ちょっと高らかにちょっと宣言してくださいよ。白ハン全員として今後のちょっと抱負を。まあちょっと今日実力見せすぎたところもあったんですけど、まあガチではもうちょっと頑張った方がいいかなと思います。なるほどね。まあザンサム勢としてはちょっともうちょっと初代勢を煽っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ優勝者白ハンにみんな拍手だ。おめでとうございました。じゃあ白ハンさんには優勝商品侍魂を差し上げたいと思います。焼酎、家帰ってガンガン飲んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。てなわけでございまして、3日間の激闘、全部でちょっとあんまり数えてないけど300人以上参加してくれました。みんなに拍手。侍大戦2014は、3日間で300人以上の動員があったということで、皆さんには本当にねありがたいなと、感謝の意を、ね、店長として表明したいと思います。ありがとうございました。今後とも味方は侍スピリッツね、定期的に盛り上げていきたいと思いますので、よかったらぜひ大会参加だけでもいいですし、普段来ていただいて野上遊んでいただくだけでいいですし、ゲームセンターをね、侍スピリッツを通して、今後もエンジョイしていっていただければなと思います。本当にね侍大戦20143日間皆さんお疲れ様でした。みんなに拍手ありがとうございました。8時より EX ラウンドとしてザンクローム総研大会が西セガクラブセガ新宿西口店で行われます。地下1階です。8時より、まあ、多少遅れても大丈夫でしょう。よかったら皆さん、新宿西口のクラブセガに移動して、ザンサム大会の方参加の方よろしくお願いします。僕も、実況者として行きたいと思いますので、よかったら最後、延長戦楽しみましょうということで、というわけでございまして3日間、やってきました、侍大戦2014以上終了。ありがとうございました。今後とも味方をよろしくお願いします。企画者の、死にかけ右京もありがとうね。企画者の死にかけ右京もありがとう。今後ともよろしくお願いします。じゃあ日セガにみんな移動するぞ。よろしくお願いします。